男着物専門店サムライは2周年を迎えました。たくさんの皆様にご支援いただき、応援いただきながらここまで参りました。本当にここまで来るには皆様のご支援がなければできなかったと思います。ここまで来て今思い起こすことを少しお話ししたいと思います。最初の1年は本当に無我夢中でございましたが、2年目を迎え、皆様がだんだん応援してくださる態度、新しいお客様がいらしていただいたりと、嬉しい言葉がたくさんいただけました。東銀座を男着物でいっぱいにしたいという思いで、今新たな一歩を踏み出したいと思っております。先日もうちのお客様がお店にいらして、着物を着て同窓会に行かれました。その際に神楽坂の料亭でおかみさんに着物姿をすごく褒められたそうです。何を褒められたかというと、まず中井さんに足袋を褒められました。とても素敵な足袋ですねと、自分じゃないのか足袋なのかと思ったそうですが、その後に着姿がとても素敵ですねと、でやったと思いながら侍銀座のお店のことを思い出したそうです。帰り際にはおかみさんが、着物姿とても素敵ですね、とても素敵なセンスをお持ちですねと言われたので、そこでまた天にも昇るような思いでやったと思ったそうです。その後おかみさんは一言付け加え、そのお店のセンスが素敵なんですよとおっしゃっていただいたそうです。そのままそのお客様はうちの侍にいらっしゃって、生の声をあなたに伝えたいと言っていただきました。本当に嬉しい言葉でした。何もわからないところから一つずつ勉強し、お客様の声を聞いてここまでやってまいりました。お客様の声を一つずつ商品に込めて、店内に込めてやってまいりました。今からますます男着物は流行って、皆様が来ていただけることを祈って、皆様のためにお役に立てるように頑張ってまいります。これからも応援よろしくお願いいたします。